シーラーズ、シーラーズ、シロスは、イランラン西部の都市、ファールス州の州都、人口は105万人、1996年、ザグロス山脈中に位置し、海抜1486メートル。1750年から1794年まで、ザンドアサペルシアの首都であった。街の名は、古くは、エラム語でティラジシュ、ティロッセスと書かれていた。ティラキス、 タイリシス、あるいはチラチス、サラジーと呼ばれていたと考えられる。その名は、シラージシュシロジスとして古代ペルシア語に入り、音変化を経て、現代ペルシア語のシーラーズ、シロスとなった。セメント製造や、砂糖、肥料、繊維製品、木製品、金属加工などの生産が主な産業。シーラーズは、イランの電気産業や、 石油生成の一大拠点でもある。また、絨毯や、夏季栽培でも有名。標高1500メートル前後に位置する高原都市であり、欠片の気候区分のステップ気候に属するが、地中海性気候の要素もある。夏は、日中は35度以上に達するが、朝晩は涼しく乾燥し、熱帯夜になることは稀である。冬は、降水量が多くなり、 朝晩は氷点下まで下がるが日中は比較的暖かい。そのため、この温和な気候を利用して、ブドウや柑橘類、麺、米などが栽培されているなど、農業も盛んである。過去には1998年7月12日に最高気温に43.2度を記録し、最低気温としては1973年1月5日にマイナス14.0度を記録している。 イランの文化遺産協会によれば、シーラーズには、歴史的な意義を持つ200を超える旧跡がある。また、シーラーズの付近には、ペルセポリスやビシャプール、パサルガダエ、フィルーザバードなどのことの遺跡がある。言い伝えによると、シーラーズの町は、タフムーラスによって創建されたという。ファールス州は、紀元前700年頃から栄えた、強大なアケメレスアッサ。 ペルシア帝国の中心地であった。約2500年前のとペルセポリスの遺跡がシーラーズ市から北東に60キロメートルのところに残る。フィルーザバードやパサルガド、パサルガ大の遺跡も同じくアケメネス朝時代のものである。7世紀頃にアラブ人が勢力を拡大し、ブワイフアサデトとなり、モスクや城壁などが整備される。 コラズムシャー朝やセルジューク朝の領地となり、チンギス間の軍勢の侵攻ではこの地の地方長官が降伏する。13世紀以降、シーラーズは学問の中心地となり、詩人サーディーやハーフィズ、哲学者、モッサー・マドラーらを輩出し、芸術や文学が花開いた。1382年から数年間はティムールに占領され、1393年にはティムールに、 再び占領される。1630年には洪水で町の大部分が破壊され、1668年にも洪水に見舞われる。1504年、イスマー・イール一世の軍勢に占領され、以降、サファビー朝の時代を通じて、アッパース一世が、都のエスファハンと同じように、シーラーズを整備するなど、16世紀には20万人の人口を要し、 シーラーズの発展はピークを迎える。サファビー朝が衰退すると、1724年にアフガニスタン人によって征服されるど、街の発展に、陰りが出る。ナーディルシャーの統治時代には放棄も起こり、その鎮圧で、街は破壊された。1750年、ザンドアサが起こると、1762年にシーラーズは、その都となり、カリームハーンは、要塞や城壁。 バザールなど多くの建築物を回収、再建し、シーラーズは繁栄を取り戻した。灌漑施設も整備された。しかし、アーガー・モハンマド・シャーがガージャール・朝を起こすと、要塞などを取り壊し、テヘランに戦闘されてしまう。1824年には地震で街の一部の破壊も経験する。1853年には再度、大地震が起こった。 1910年にはユダヤ人がイスラム教徒の少女を殺害したという噂からポグロムが発生、多くのユダヤ人が犠牲になった。1945年にはシーラーズ大学が開設される。パフラウィー町の時代にはシャアはシーラーズをイランのパリにすべく大金を投じ、町は数あるイランの都市の中でも特に近代的な大きな都市となった。 1971年には、ペルシア帝国の建国から2500周年を記念するイラン建国2500年祭典が、ペルセポリスとシーラーズで模様された。しかし、イラン革命の後、シーラーズは政府からパフラビー時代の大敗の象徴とみなされるようになり、衰退した。革命から30年以上が経過した現在も、 パフラビー朝時代に建設が開始された未完成の建造物がいくつも放置されている。これは革命政府がシーラーズのような近代的な都市よりもエスファハンのようなイスラム文化の中心的都市をイランのイメージとして尊重したためである。シーラーズ国際空港がある。イランで2番目に利用者の多い空港である。シーラーズ地下鉄の建設は2001年に開始され。 2014年に国内3番目の地下鉄として開通した。鉄道はバンダリアッパースとエスファハーンとの間に便がある。シーラーズ駅は1999年に新築されたが市街地から離れている。シーラーズ大学は1960年代、1970年代には英語で教育が行われ、イラン国内でも有数の優れた大学であった。現在、 その他の主な大学になどがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。